こんにちは、サン&ムーンの小川です。本日はこのコロナでの、自粛生活の中、なんとか気分転換を図ってもらいたいということで、こちら山形食パンを今日は作っていきたいと思います。毎日食べても飽きない簡単なシンプルな食パンです。ぜひ皆さんも挑戦していただきたく、今日それを作っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは今日作っていくのはこちら山形食パン。このパウンド型を使って山を1個、2個、3個ね、その山のような形で焼き上げていくっていう内容になります。材料を簡単に説明します。強力粉、今回は春豊かという国産の小麦を使っております。インスタントドライイーストは、サフインスタント、赤いやつです。通称赤サフといったものを使っております。あとは上白糖と塩、そして無塩のバター、今回は四つ葉のバターを使っております。ここに水という形で、全てこちらの分量、こちらのタイプですね。小麦粉は170、インスタントドライイースト 2.9g、 砂糖が 13.6、 塩 2.6、 水は114、バターは 17g という形でご用意をしております。では最初にやることはということでご紹介します。ではまず最初にやるのはこちらの材料、今こうやって区分けしてご用意しておりますけど、材料をすべて混ぜていきましょう。こちらにカードが2枚ございますけど、そのうちの1枚、丸い方を下にして材料をさっと混ぜていきます。だいたい茶色いイーストが全体に入るような形で混ぜていただければ結構です。そして混ぜ終わったら真ん中にくぼみをつけていただいて、ここにご用意した水 114ml を全部入れてしまいます。きれいに切りましょう。ではもう一回この水を乾燥した小麦に吸わせるという作業です。カードとボールを上で合わせるような形でぐるぐる回しながら水を吸わせていきます。こういった形です。どんどん水がなくなるまでいきます。カードをたまに前後に動かしたりしながらどんどん吸わせてしまいましょう。だいたい30秒もすれば水がなくなって粉っぽさの多い状態になります。こういった形で粉っぽさは残ってても構いません。水っぽさがなくなれば OK。ここまで来たらこちらのこね台の上にすべて出してしまいます。こうするとカードまたボールにいっぱいついてます。こういったものもしっかり取ることが重要です。もう1枚のカード、これご用意ありますんで、これできれいに取ってしまいましょう。カードのここのカーブとボールのカーブを合わせて拭き取るように取ってあげるのが効率よく取れる方法です。きれいに取れたらばカードの方も2枚合わせてきれいにしてしまいましょう。こういった状況まで来ました。その後今度こねるという作業に入るんですけど、まずいきなり手でこねるようなことはしません。まずこのカード2枚使って少し混ぜていきたいと思います。両手にカード、平らな方を下にしていただいてパン生地の両側に置きます。両側から横から入って真ん中まで来たらギュッと立てて合わせます。押さえた上で横にひねる、90度曲げましょう。剥がしていただいたらここから次に大胆にザクザクザクと数回切ります。数回切ったらばまた横から入って真ん中でギュッ、ひねって、そしてまた切る。こ
これをしばらく繰り返してべったりした生地にしてしまいましょう。ご覧ください。下にこうやって残ってる粉、こういったものをこの切り口、ここにどん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 入れ込んでしまうんです。そうすると粉がない状態でベタッとした生地になります。最初にこのようにしておくと後にこねやすいという形になります。それではここから今度こねていくっていう形になります。基本的にはこのこねるという作業の時間は3分で結構です。3分でまずバターがまだ入ってない状況でこねて、一般的に言うグルテンっていうのを作っていきます。その後今度バターを入れてさらに2、3分、全部で5、6分という形で生地作りをしていきたいと思います。ポイントは右利きであれば右をメインに使っていきます。どこを使うか、手のひらのこの厚いとこ、手首に近いとこです。指先ではないです。そして指先はできればこねるとき閉じとくっていう形です。ここからあくまでもここを使って上からぎゅーっと押しつぶしていきます。しかし片手でこうやってしまったら、これは撫でてることになって全然こねてることにはなりません。ですから反対の手、左手で生地を手前に持ってきたら押さえる、押さえて上からぎゅーっという形でいきます。このようにブチブチって切れますけど、これはいちいち取らなくていいです。無視していただいて2、3、4、5回やったらばついたままでいいです。まとめて90度反転させてまた4、5回こねていくっていう形です。このように、続けて3分ね、ぎゅぎゅと上から体重をかけていきます。基本パンよりも少し頭を前に出して重心を前にする、斜め下に押しつぶすように大きく伸ばしていきましょう。かといってこんな風に急ぐ必要はないです。ゆっくりで結構ですので、ぎゅーぎゅーっと、感覚としては手のひらに残るゴツゴツ感の感触、いわゆる小麦が水を吸ってダマになってるやつを少し押しつぶすという形です。人間で言ったらマッサージをしてあげてそのコリをほぐしてあげるっていう風に考えていただければいいんではないでしょうか。それではこのまま3分こねていきます。だいぶ粘り気が出てきてつながってきました。はい、だいたいこれで生地ができた形です。でから離れてるでしょ、生地がね。さあこれでまずはグルテンができました。さっきはブチって切れたのがビヨーンってつながったよっていう形です。でこのあと今度は手はきれいにしなくていいです。まずパン生地をこのように広げます。広げた上でこちらで常温に戻したバター、これを入れていきます。少しね、指でこうちぎって広げてあげるのもいいでしょう。さあ今度ここからまた先ほどと同じように2、3分こねていきます。いきなりこねるんじゃなくてどっからでもいいんで、パンをかぶせてバターを見えなくしましょう。そしてここから先ほどと同じようにこねていきます。じゃあスタートです。バターが入ると生地が一旦バラバラになりますね。ここで慌てず粉など入れずにそのままこねていきましょう。ほら、こんなボロボロになってます。これが正解です。何をしてるか、小麦、先ほどやったグルテンに今バターをすり込んでるっていう話になります。後々パンを焼くときにパンが伸びてくれる要因の一つという形になります。
はい、これでこね終わりました。手もね、きれいに取っていただいて、ハードに台の上に広がってるものがあったらこっちに寄せちゃいます。あっという間に、最後にこちらを叩いて一次発酵に持っていくという形になります。さあ、叩き方のポイントです。パン生地を少し横長にします。そして私は右なんで、右利きなんで、右から横から親指以外の4本でここから引っ掛けます。だらーんとしてるのがご確認できると思います。ここから自分からバーンって叩きに行くんではなく、このパンの重さで叩いていくっていう感じで結構です。こんな感じです。ひっくり返して、その後パン生地を今度手前に持ってくるっていうことをします。手前っていうのはゴロン、これではなく裏を見せるんではなく、このまま手をかけて、そのまま指先自分に向けたまま引きずってくる。具体的に言ったら爪が台についたらつきっぱなしっていう形です。グッと持ってくるとここに強い張りができます。そうなって手前に来たらば、また横から取ってトン、ひっくり返して、片手でも両手でも構いません。また取って、この時に少しひっくり返るよう、裏が見えるようだったらば戻してあげて、そしてまた横から取って、という形で続けてやっていきます。非常に綺麗なパン生地になっていきます。10回ぐらいやったら、さっき横から取ったらダラーンとしたのが非常に締まった状況になってます。さあ、これで、ここからあと20回、全部で30回で結構です。あと20回どうするか、1回1回やるのは大変です。ここから少しズルしましょう。こんな感じです。親指はあくまでも使ってません。よくやってしまうのは、こうやって持ってひっくり返す。そしたら私でも破けます。これをしないために親指は使わないで、そうするとここに割れることがない、表面が綺麗なままでいけるよっていう話になります。さあ、1,2,3 と叩いて、あっという間に6セットから7セットで20回いってしまいますので、もうさあ、これで OK。 ではこの後一次発酵に行きたいと思います。ボウルに入れていただいて、ラップもしくはこんなシャワーキャップでも構いません。で、ここでもう一つポイント。まずは表面を乾かないようにこのような形を取りました。その後、次は温度です。その環境というところなんですが、30度以下で一次発酵は取りましょう。40度、要するにオーブンについている発酵機能とかは一次発酵では使わないでください。極力30度以下でゆっくり発酵させましょう。それでは今日、室温が 19.5 度、ちょっとこれはね、せめて20度以上は欲しいといったところで、30度以下、20度以上ということで、今日は発酵機の方に入れさせていただきます。はい、こちら発酵機を使って30度で30分、置きました。先ほどよりもかなり、大きく 2.5 倍ぐらいになったかなっていう形です。一応ここで発酵したかしないかの見極めでは、よくフィンガーチェックテストっていうのをやります。人差し指に粉をつけて、真ん中に穴を開けて、その抜いた時の穴の形状で発酵したかしないかを見極めます。例えば刺して抜いた時に穴がそのまま残っていれば OK なんですけど、縮むようであれば、それはまだ発酵不足っていう形になります。また発酵の状態に戻してください。では今回やってみましょう。つけて、真ん中に刺す、そして抜いて、このように穴がそのまま残ってる。これで次の段階に行けます。それではこちらを取り出して3分割していきたいと思います。取り出し方は、カードを左手のこちらに置いて、
大きく回しながら裏を少し切りながら持ち上げてポン。ちょうどこのおへそ上に向いたまま出してあげるといいでしょう。こんな感じです。刺してという形で、これこう引っ張るんじゃなくてカードをめくってあげればきれいに取れます。例えば少し残ったとしてもきれいに取ってパンの下に隠してしまえば OK です。では今度この出したやつ少し整えたいと思います。このようにカードを斜め45度平らな方を下にして刺してはまた同じ方向に戻す。上から下からこう四方八方からこのように整えてあげます。多少中心を動かしてあげる、ね、少し引きずるような形でやってあげるといいでしょう。それでは今度ここから3分割という形、山形でございますので3分割したいと思います。まずはこれ全体の重さを測りましょう。310という形です。どうしても320強は用意したんですけどロスが起きてしまうということで、この差があまりにも20とか30、ね、出てしまうようでしたらばやっぱりもっときれいに取っていただく、ね、ロスを極力少なくするっていう努力をいたしましょう。310あれば十分です。では1個3分割ですので103から4といったような形です。分割する時のポイント、まず真ん中のラインの下3分の2をカット。カットしたら刃は抜かないでそのまま横横に広げます。でここで目安としてとりあえずなんとなく3分割の目安をつけます。あくまでも目安であっていっぺんに切ることはやめましょう。一つ一つ測るのがポイントです。ではまずこれを信じてカットして重さを測ります。105、ちょっと多かったですね。多い時は下に下ろしていただいてカット。これで103、1つ。足す時はこうやって切り口ね、切り口もしくは横に足してってください。表面、パンの上の表面に乗せないっていうのがポイントです。横です。で104っていう形です。では今度これを丸めてベンチタイムっていう形です。ガス抜きと丸めをやります。この切った切り口は自分に向けていただいて指先は自分こうやって熊手のようにこうやってでそのまま引きずっていきます。パンはやっぱりひっくり返さない、手をかけてこのまま下ろす。親指を次反転させて90度こっち向きです。でパンを上に置いていただいてまた手をかけ直す、下ろす。こういった形でだいたい最低でも最高でも10回以内でこのように丸くしてほしいわけです。慣れてきたら両手でも構いません。3、4、5、6、表面に出てきたガスは抜いちゃってください。こう少し揺り動かしても構いません。これで今度ベンチタイムっていう形になります。ベンチタイムは室温で構いません。とにかく乾かないところに入れてあげるっていうことが大事です。このように箱に入れて蓋をしてだいたい10分から15分、そういった形で置けば結構です。こちらベンチタイムが15分経ったものになります。先ほどよりか少し大きくなってます。この中でも発酵はしてますけど、ここでのベンチタイムの意味合いは先ほど触って丸くしてキュッてしまったやつを緩めてあげるっていう意味合いの時間ですので、ここでやたらめったら長い時間取るのは危険です。それではこちらね、成形していきたいと思います。指先だけちょっと粉をつけて3つとも出します。台の上に粉しかなくても結構です。そしたら今度これ回数決めましょう。全部同じ回数にします。
せいぜい違っても1回ぐらい、要するに5、6回でこれを丸めとガス抜きをもう1回してほしいんですよね。優しくやることがポイント。ギュって潰すようなことはしません。こんな感じです。1、2、3、4、5、6、6ね、こういったものがキュッと締まった形、あんまり強くはやってません。これできたら裏返しにしてここをつまんでしまいましょう。1、2、3、4、5、6ね、ちょっと表面に出たやつは少し潰していただいて、で全部ひっくり返してこれで形作ったんですけど、この型にこの3つこのままだと入りません。ちょっとだけ粉をつけて手をかけてこのままキュッキュッと下に下ろして横長にします。3つともやっちゃいます。そして立てていただいて、さっき実は104っていうのが1個あったんで、それ真ん中にしました。103、103、104です。山形ですんで真ん中が低いとかっこ悪いんで大きいものを用意してください。で今度ここからこの型に詰めます。まず右手で左のやつを内側から取ります。そして上のこの型に詰めます。端っこまでしっかり寄せてください。今度反対の手、左手で右のやつを内側から取ってこのように詰めます。そして真ん中少し軽く広げた上で両手でしっかり入れてあげてください。こういった形になります。で例えば右手で取って右に入れようとするとここの壁が邪魔になって手はこういうふうに入れなくちゃいけない。要するに空いてる方をクロスさせて入れるっていうことがポイントになります。さあこれでいいんですけど、少しおまじないをかけましょう。手をこういうふうにして軽く高さが均一になるようにします。ね、これで結構です。そしてこれの今度は二次発酵という形、この時に38度から40度の環境で発酵させてください。一般的にはここでオーブンの発酵機能を使うといいでしょう。ではどこまでが発酵のゴールか、こちらの今面、この面から1センチぐらい出たらそれで焼いていいよ。夏場冬場ではこの上がるスピードが違いますので、目で見て判断するっていうことが大事になります。それでは発酵機の方に入れていきます。はい、これで二次発酵が終わりました。ご覧ください、この高さ、ね、ここのラインから1センチ出てます。でここによく見ると少し薄い膜で下に何もなさそうなところが見えてきてます。このまま焼くと皮一枚焼けた状況になって火膨れになってしまいますので、こういうのはこう用事でね軽く刺しちゃって結構です。このくらいでいいでしょう、ね、この高さが出れば OK ですよという形で、これから基本的に200度で焼いていきます。200度で焼くんですけど、スチームを入れてほしいんです。スチーム、水を入れるっていう形になりますが、水を入れるとオーブンの庫内は温度がかなり下がります。ということで200度で焼くということで、200度で余熱を取るんではなく、それ以上一番取れるところまで取ってください。うちのオーブンは250度までが最高の温度です。ですから250度にしてこちらを入れてスチームを入れるという形でやります。スチーム機能がない場合は霧吹きでも構いません。だいたいこれでその時間全部で15分焼いていきたいと思います。
ンになります。ちょっとうるさいんですけど、最初これショックっていうのを与えてください。だいたい10センチ、15センチ上からやって落としてあげる。これをやらないと中の熱気がですね、後から抜けてしまうと KV いわゆる横折れっていうのが起きてしまいます。ですから熱気を最初にショックを与えることによって抜いてあげる、これが大事な作業ですね。このラインからかなり上に出たっていうのがお分かりになっていただけると思います。はい、こちらで出来上がりです。はい、こちらが出来上がりですね。これをここを割っていきたいと思います。よいしょ、わー、こういう感じの